おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、こちらです。戦術ガチャカウンターサイドアタック合計7名の選手の最強育成講座やっていきたいと思います。皆様からね、中央突破とポゼッションはやらないんですかって声が聞こえてきそうですが、やりません。はい、私のね動画の視聴者様は結構優しい方が多いので、コメント欄でぜひ、皆様のねアンチルベルどう育てたらいいんやみたいなことを書き込んでください。私もねもしコメントいただけたら返信しますが、基本的にはね、例えばチルベルだったらロバートソンの構成を参考にしたりだとか、エンクンクだったらヌネスの構成を参考にしたりだとか、そういったところがありますので、特にね今回は環境トップクラスのサイドとカウンターの7名に絞ってやっていけたらなと思います。さあそしたらですね、まずはサイドアタックの3選手からいきましょう。1人目はディオゴコスタです。素晴らしいゴールキーパーですね。私もめちゃめちゃ欲しいです、この選手。すごいいい選手だと思います。でコスタなんですが、素晴らしい構成なんですけど、じゃあ何つけるのっていうと、結構これはシンプルです。いつも私はゴールキーパーの育成の時に言うんですけど、タックルとロングパスでいきましょう。正直それ以外の構成ってあんまりないかなと思ってます。でタックルつけるんですか、まあ、ロングパスはね持ってる中でやっつけていただいたらいいと思うんですけど、タックルって何つけるんですかっていう初心者の方に一応アドバイスをしておくと、ゴールキーパーのタックルって飛び出し、プレサイズブロックみたいな飛び出しのようにも使えるんですよね。なんで相手フォワードとか、対象選手のシュートを下げられるタックルをぜひつけてください。レザルトタックルがおすすめです。星5確定スカウトチケットからも手に入れられますので、まあ、レザルト本当にねゴールキーパー用のスキルといっても過言ではないぐらいですから、マジでね惜しまずゴールキーパーにつけてあげてください。サシャルキッチとかが持ってます。さあそしたらお次いきましょう。ジュールクンデです。クンデに関しても個人的にはあんまり悩むところじゃないかなと思います。1個必須なのがタックルです。A のレザルトタックルあるとはいえ、ジュール君で言ってもタックル SA とトップクラスの対人性能ではないので、まあ、対人性能を高めること必須です。レザルトさっきゴールキーパー用にいいって言ったんですが、センターバックはドリブルを仕掛けられた時に1対1で勝ちたいので、そういった意味では対象選手のドリブル、もしくは、ディフェンダーに対してドリブルを仕掛けてきやすい相手フォワードのドリブルを下げるスキル、タックル1つつけてあげましょう。結構数多いです。相手フォワードのドリブル下げるんだったら、例えば、チャリオットタックルとかももちろんそうですし、あとはライノスタックルとかもそうですし、ただそこまでいいやつじゃなくてもいいので、デスパレートでもちゃんと相手フォワードもしくは対象選手のドリブルを下げるタックルつけてあげてください。もう一枠はマークかパスか、お好きな方を選びましょう。一応パス A だし、組み立てセンターバックで攻撃の主戦車とか、まあいろいろねなんか器用な選手なんです。一応星々の統率者でパスショーアップとかね。ただ攻撃的に行きたいならロングパス、守備的に行きたいならマークです。私は個人的にはマーク推しです。マークの方がいいと思います。でマークつけるんだったら、タングルドマークとかねでいいと思いますが、まあ、無理にマークじゃなくてもロングパスでもいいです。ここは好みかな。結構ね SWCC の上位の方だとセンターバックにはロングパス1個は絶対つけるみたいな方が多いんですが、好みでやってください。ロングパスだったら持ってる中で一番やっつけるべきだと思います。ここまでいい選手ですからね。さあ最後いきましょう。ルカクです。ルカクマイティとマーベラス持ってます。もう必須なのがドリブルですね。これは絶対つけなきゃいけないです。というのもルカクドリブルが若干低め、若干ね3500ぐらいなので、スキルで補ってあげる必要があります。せっかく一応15400のねユーロスターズ限定とはいえジョーカーだったりパワースピード特大アップがあるので、まあドリブルは必須だね。おすすめは相手ディフェンダーのタックルを下げるドリブルです。セイビアだとか、
トボンだとかそういったドリブルつけてあげましょう。これ1個必須で、もう1個あるのであれば私はロングシュートをおすすめしたいです。やっぱりね決定力すごく高いです。ジョーカーユーロスターズできちんと、全能力特大アップしながら鋼鉄の鬼神でのオフェンス能力大アップあり、シュート SS ですからってなった時に遠目から狙えるっていうのはめちゃめちゃね、このルカクのなんていうのかな、得点力を変えるかなと。なんでロングシュートもしあればぜひロングシュートつけてあげてください。なんかね、もし本当にユーロスターズで使うんだったら15400のジョーカーはめちゃめちゃ貴重なので変にスキル惜しまなくていいと思いますし、逆にユーロスターズで使わないんだったら育成しなくていいと思います。はい、そんな選手です。ベンチ置いときましょう。キャプテンサポートあるんで。さあ、そしたらカウンターいきます。カウンターの方がね、多彩な選手たちですね。まずはロバートソンです。いやー、何でもできちゃいますね。タックル、ドリブルがもともと持っていて、自分はドリブル、タックル、パスカット、マーク全部できますよってタイプの選手です。ディフェンスキーマンで対人能力が、タックルがね特大アップ、パスカットがショーアップと、まあ素晴らしいキーマン特徴も持ってるし、1対1もより勝てますよって感じです。ちょっとねカットスルーがもっいないです。相手のミッドフィルダーのタックル、マーク、ダイダウン、一定時間ドリブル、ダイアップなので、ここまでドリブルできる選手というか、きちんとねドリブル能力値特徴とかも上がって総合値高いんだったら S ドリブル欲しいとこですが、私がもしもロバートソン育成するんだったらロングパスとマークにし、あ、ロングパスとパスカットにします。チャリオットタックルが相手フォワードのドリブルキープ、特大ダウンとかスタミナ中ダウンって感じでめちゃめちゃ万能なタックルなので、まあ相手がボールを持っているときはチャリオットタックルでカバーし、まあ、パスカットをつけることでサイドからの中央への折り返しだとか、まあ、逆に逆サイからのロバートソンがいるサイドへのパスに対してのパスカットで、まあ、一応 A ランクのドリブルとはいえ、まあ、1個ドリブルあるので、せっかくのねこのパス S っていうのを活かすべくロングパスをつけるかな、私だったらね。本当に素晴らしくて何でもできる選手なので、守備的に行きたいんだったらパスカットとマークとか、攻撃的に行きたいから S ドリブルと S ロングパスとかもありだとは思いますが、私結構バランス、サイドバックはバランス取りたいタイプの人なので、私だったらパスカットとロングパスにします。はい、なんでね、ちょっと先ほど今一瞬言ったように、攻撃的に行きたいんだったら S ドリブル、 S ロングパスもめちゃめちゃハマると思います。特にチャリオットタックルめっちゃ優秀なんで、最悪まあパスカットマークなくても守備全然貢献してくれると思いますので、ぜひね皆さんの好きなスタイルに合わせてロバートソン育成してあげてください。いや、なんか変に攻撃的にやりすぎるのも守備的になりすぎるのもなって方は、ぜひね私のおすすめのパスカットとロングパスで作っていただけたらと思います。さあ、お次はアレッサンドロ・デル・ピエロですね。素晴らしいですが、この選手ね実は迷うところがないんです。ジョーカーシュート超で、まあ、シュートダイアップしながら能力特大アップ、かつ一撃の名手、オフェンス能力ダイアップ、シュート特大アップあります。もうね、もうね、あの固定ですね、この構成はね、オプティマスシュートのようなジャンピングボレー、オプティマスとかバイシクルとかウィムジーのようなジャンピングボレーができる通常シュート、これまず必須です。もともと持ってるのがロングシュートですが、センターフォワードでもできる選手、センターフォワードでも使える選手なので、ぜひね近い距離からでもシュートを打てるようにしてあげてください。せっかくここまで強いし2ポジできるんで、これでね普通のシュートつけないのもったいないです。でさらにジャンピングボレーができるオプティマスとかバイシクルとかをつけてあげることで空中戦でも戦えるようになるので、まあ、ヘディングつけない代わりにオプティマスっていう選択肢もめちゃめちゃ有効ですから、ぜひ1個つけましょう。もう1個ももうドリブルで確定です。 SA でドリブル能力ありますし、 OMF においてもセンターフォワードにおいてもこの選手はドリブル輝けます。ドリブルスキルに関してはさっきもちょっと触れましたが、やっぱりディフェンダーのタックルを下げるのが一番だと思います。トボンだったりセイビアだったり、まあ、ちょっとレア度が低いところでいくとセバーだとか、あとはリニアだとか、そういったところでも悪くないとは思いますが、まあ、この 14,400 で2ポジできて、このシュート SS、 ドリブル SA、 パス AB のこのスーパージョーカーを使うんだったらドリブルスキルも惜しまない方がいいと思います。 A ランクのマーベラスがあるのも嬉しいですね。素晴らしい選手です。さあ、そしたら
ガクポ見ていきましょう。この選手はね、ロングシュートとドリブルかな、アーティスティコシュートで一定時間シュートドリブルメンタル特大やっぱありますが、あのシュート打ったタイミングでドリブル上がっても、いや違うんだよ1対1で抜きたいんだよって話なので、ドリブルはまず1個必須です。 SB ありますが、正直ウイングの選手なんで、あのロバートソンみたいなサイドバックは守備やらせますが、ウイングの選手なんで1対1でね勝つことがもう必須です。 A ランクのターンドリブルじゃ正直物足りなすぎますので、こちらもぜひ、セイクリッドとか、まあ、セイクリッドちょっと待ってレアすぎるダメだあかんセイクリッドダメですよ皆さん、トボンだとか、そういうものをつけてあげてください。まあ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 、なんかそんなにめちゃめちゃいいドリブルをつけなきゃいけないってほどでもないですけど、とはいえやっぱガクポもジョーカーなんでね、あのいいドリブルつけるに越したことないと思います。で、あとやっぱりウイングの選手ですから、特にジョーカーで 13,400 シュート SA ドリブル SB の選手を使うのであれば、まあ、ロングシュートはぜひ欲しいところかなと思います。遠目から打てるウイングのジョーカーはいいですよね、魅力的だと思います。ぜひつけてあげてください。ロングシュートとドリブルね、まあ、あのデルピエロがシュートとドリブルなんで、この2人に関してはスキルの構成としてはメインスキルがねロングシュートと通常シュートっていうところありますが、きちんと1対1で勝ってチャンスをものにできる、そんな選手にしてあげましょう。そして最後ですね、ダルウィン・ヌニェスです。まあ素晴らしいね、できないことがない選手です。シュート SS ドリブル S スピード S パワー A です。ラインブレーカーの選手です。でこの選手もね、今まで触れた通りドリブルは1個必ずつけたい。まあサベージュシュート強力ですし、 A ランクとはいえオプティマス持ってるのもめちゃめちゃ嬉しいです。もともとでねやっぱりこれだけ性能が高いと使いやすいし使ってて楽しいですよね。いやーこの選手は惚れ惚れしますね。すごいな、すっごいすっごいスキルの理想を言うと、私だったらティアアップドリブルとショートパスつけます。はい、私だったらね。ただあのティアアップドリブルどんなドリブルかっていうと、相手ディフェンダーのタックルスピードをダイダウンさせて、もしショートパス選択したら必ず発動するってやつなんですけど、めっちゃハマると思います。特にヌニェススピード S なので、相手ディフェンダーの スピードを下げる系のドリブルは、かなり刺さるんじゃないかなと、追いつけなくなるのでめちゃめちゃ刺さるんじゃないかなと思います。1対1抜いてかつ追いつけないって本当に悪魔みたいな選手ですよね。ただティアアップやっぱチェーンなので、チェーンほどはないよって方はぜひセイビアとかねおすすめです。セイビアも相手のタックルとスピード下げれるのでめっちゃハマると思います。でじゃあもう一個何つけるのって話なんですが、3択あると思ってて、ショートパスかドリブル2個重ねか、ヘディングです。私個人的に あともう一個かトラップなんですけど、私個人的におすすめなのはトラップです。もしトラップあるんだったらつけたいですね。特にラインブレーカーっていうことで高い位置でボールいい感じにトラップして、芸術家でトラップダイプもありますから、そのままドリブル仕掛けて追いつけないとかでもいいですし、まあ、裏に抜けたタイミングでボール持った時にそのままねスピードアップしたドリブルで追いつけないっていうのがマジで激アツだと思います。はい、1個ねドリブルは S で必須ですが、残りは、先ほども触れた通りトラップ優先でぜひね検討してみてください。ってことで本日はこちら戦術スカウトの選手の性能解説させていただきました。ぜひぜひね皆様の他のこういった育成がいいんじゃないですかとか、こういったスキルおすすめですみたいなのがあればコメント欄でシェアしていただければ幸いです。ここまでご視聴誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。